はい、始まりました。メカニック TV 専任講師のメカ T です。本日も勉強頑張りましょう。本日の問題です。第105回産休自動車ガソリンエンジン令和4年10月実施分です。問題8、そちらの解説になります。でこちらがね、何の問題かと言いますと、オイルポンプに関する問題です。はい、まずはね、問題文を読んでいきます。問題、トロコイド式オイルポンプに関する技術として適切なものは次のうちどれか。選択肢が4つあります。まずは1番、インナーローターが回転するとアウターローターはインナーローターとは逆方向に回転する。2番、インナーローターおよびアウターローターはそれぞれのマーク面を上側に向けてタイミングチェーンカバーオイルポンプボディに組み付ける。はい、3番、ボディクリアランスとはローターとオイルポンプカバー取り付け面との隙間を言う。4番、チップクリアランスの測定はマイクロメーターを用いて行う。はい、この4つの選択肢の中で適切なものはどれかという問題になります。じゃあね、オイルポンプの説明をしていきたいと思います。オイルポンプにはトロコイド式っていうのとギア式っていうのがよく使われています。今回の問題はトロコイド式になります。トロコイド式っていうのはね、こういう、まあ、ちょっと変わった形をしたインナーローターっていうのと、それの外側で回るアウターローターっていうのがあります。これもちろんね、別々の部品なんですけれども、インナーローターが回ることによってアウターローターが回されるということになります。でね、インナーローターとアウターローター山の数が違うっていうことと、このね、インナーローターの中心とアウターローターの中心が少しずれてるっていうところがあって、同じ方向にね回転するんですけれども、ここのインナーローターとアウターローターのこの隙間っていうのが広くなったり狭くなったりします。回転することでね、広くなったり狭くなったりします。でそれを利用してオイルを吸い込んだり外に出したりしてポンプ作用をしているっていうのがこのトロコイド式のポンプになります。でオイルポンプとしてエンジンがかかっている間はずっとひたすら回り続けているので、こういうふうにね、回転物が接触する場合はそれぞれに隙間とかがないとダメです。その隙間の測定の仕方とか、あとはね、非常に精密な部品なので取り付ける方法に決まりっていうのがあります。でそれについてね、少し説明をしたいと思うんですけれども、まずは取り付けの方法なんですけれども、インナーローターとアウターローターっていうのはタイミングチェーンカバー、オイルポンプボディっていうところに組み付けられてます。これエンジンの一番端っこなんですけれども、組み付けられてます。でそれぞれ分解することは可能です。エンジンをね、分解した時とかに、次オイルポンプを組み付ける、取り付ける、そういう時に取り付けの方法としてそれぞれにマークがついてます。片面だけにマークがついてます。で、そのマークを上から見て見える方向、取り付けて見える方向、上向きに取り付けてくださいっていう決まりがあります。これ逆向きにつけても取り付けることは可能ですけれども、オイル漏れとか圧力が上がらないとか、そういう不具合が出るので、マークを上側に向けて取り付けてくださいっていう決まりがあります。あと、それぞれ接触して回転しますので、隙間がないと動かないです。回らないです。その隙間もね、決まった隙間の数値っていうのがあって、それを測定してください。そこから測定値が外れていると、オイルのね、圧力が上がらなかったり、逆にオイル漏れを起こしたりするので、隙間を測ってくださいっていう点検の方法があります。で、インナーローターとアウターローターの隙間、これのことをボディクリアランスで、アウターローターとポンプボディの隙間、これをチッププクリアランスと言います。で、それぞれ測定してください。で、規定値から外れていると、もうポンプを取り替えしてください。部品を取り替えしてくださいっていう風に決まってます。測定するこの工具、これをシックネスゲージと言います。それではですね、問題の方に戻ってみたいと思います。適切なものですからね、合ってる文章を選んでください。1つ正解、3つが不適切ということになります。まず1番目。インナーローターが回転するとアウターローターはインナーローターと逆方向に回転する。回転方向なんですけれども、インナーローターとアウターローターはこれ同じ方向に回転します。同方向です。ですので1番は×です。2番目、インナーローターおよびアウターローターはそれぞれのマーク面を上側に向けてタイミングチェーンカバーオイルポンプボディに組み付ける。こちらの方はね、マーク面は上側です。インナーローターもアウターローターもマーク面を上側に向けて取り付けてくださいということですので、2番は丸になります。ですからね、選択肢としては2番なんですけれども、念のために3番4番チェックしておきます。3番、ボディクリアランスとはローターとオイルポンプカバー取り付け面との隙間を言う。ボディクリアランス
ていうのはアウターローターとポンプボディの隙間をボディクリアランスって言います。アウターローターとポンプボディの隙間です。それがボディクリアランスって言います。ですので問題のローターとオイルポンプカバーの取り付け面ではないです。ボディクリアランスっていうのはポンプボディとアウターローターの隙間のことですので3番も間違いです。はい、次4。チップクリアランスの測定はマイクロメーターを用いて行う。チップクリアランスというのはインナーローターとアウターローターの隙間を言います。で、測定する測定具はシックシックネスゲージって言います。シックネスゲージですね。こういう測定具を使いますので4番も×になります。はい、ですのでね、実際に適切なものは2番ということになります。はい、以上で解説終わります。解説動画はレソリューションがリリースしている整備試験過去問題アプリと連動させているのでぜひそちらも活用してみてください。質問があればコメントもしくはホームページのお問い合わせからメッセージをお願いします。本日の授業はここまでです。ご視聴ありがとうございました。メカニック